ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は惑星にビルについての話をするぜ。惑星にビル？聞いたことないけど、惑星ってことは星なのかな？そうだ。惑星にビルは、オカルトマニアもびっくりの謎と闇が多い星なんだぜ。この惑星にビルはこれまで様々な議論を呼んでいるんだ。都市伝説的なやつかしら？そうだ。だが最近、この惑星にビルは本当に実在しているんじゃないかという話も出ている。え、そうなの？もしそれが本当だったら、夢あふれるわね。とんでもない。もっと恐ろしいことが待ってるかもしれないぜ。何それ？よし、じゃあ今回は惑星にビルが実在する証拠について話をしていこう。どんな話か気になるわ。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは惑星にビルとは何かについて話をしていくぜ。一体何なのかしら？惑星にビルとは、古代の人類や宇宙に関する研究を行っていた学者のゼカリア・シッチンが考えた惑星だ。考えたってどういうこと？実在はしないわけ？惑星にビルって空想上の惑星なの？ああ、まあ落ち着け。この惑星にビルは私たちが住んでいる地球と同じく太陽系に存在しているんだ。だが正体はこれまで全然わかっておらず、まだ明確に存在しているとは言えないんだぜ。え、意味わからないわ。本当に太陽系に存在しているなら、とっくに発見されていてもおかしくないじゃない。確かにそうなんだよな。ニビルの特徴は、ゼカリアの著書によるとニビルは地球の約4から5倍の大きさだという。20から25倍の質量と、約100倍の密度を持つんだぜ。地球よりかなり大きいわね。そして重い。惑星ニビルは太陽系のどこにあるの？実際に存在している太陽系の惑星から大きく傾いた楕円軌道を約3600年で回っているんだ。どういうこと？そもそも惑星って何かって聞かれて説明できるか？地球とか、木星とか土星みたいに太陽の周りを回っている天体よね。そうだな。惑星は全部で8個存在するんだぜ。よく、水金地下木土天界なんていうやつだな。あ、それは聞いたことあるわ。ニビルはこの惑星が太陽を中心に回っている軌道から、斜めに傾いて楕円を描き3600年かけて一周している。地球が太陽の周りを一周するのにかかる時間って約365日だよね。そう考えると惑星ニビルはかなり遅いスピードで回っていることになるわね。そうだな。これは、太陽から遥か遠くの位置を回っているため、時間がかかってしまうものなんだ。そういうものなのね。他の惑星と比べて遥か外側を回っているってことか。ああ、だがさっき言っていたように、これまで一回も観測されていないのには違和感がある。いくら遠くの方にあるからって、これだけ質量が大きいとしたら見つかるだろうからな。やっぱりそうよね。仮に赤外線などでしか観測できない可能性があるとしよう。それでも2009年には赤外線観測衛星が打ち上げられているんだ。それなら、赤外線でしか見つからないとしても、存在していたらこの時に発見される可能性が高いわよね。そうだよな。だが、木星より遠くに大きな天体が存在しないことが明らかになっているぜ。やっぱり何かおかしいわ。また、ゼカリアの著書にはニビルの質量密度軌道などの根拠になる科学的データはない。まあなんせ、ニビルはゼカリアが考えた空想の星だからな。まあそれを言ったらおしまいの気もするけど。じゃあいくら探したって無意味ってことじゃない。いや、それがそんなこともないんだ。どういうことよ。実は、この惑星にビルは彼がゼロから頭で想像した星ではないんだぜ。はぁ？意味がわからないんだけど。ゼカリアって一体何者なの？彼は世界でも数少ないシュメール語を解読できる人間だったんだぜ。シュメール語なんて言葉があるの？ああ、シュメール語とは、メソポタミア文明で使われていた言語だ。メソポタミア文明って世界四大文明の一つだよね。現在のイラクのあたりで約5000年前に栄えたって聞いたわ。そうだな。そんな今から4000年以上前、古代文明にシュメールがあった。シュメール人は突如として現れ、高度な文明を構築していたんだぜ。そんな現実味のないこと言われても、何か起源とかはわかっているわけ？いや、起源については未だ謎に包まれている。シュメール人問題と称され憶測を呼んでいるな。シュメール人の残した遺跡から発掘された粘土板がある。これが鍵になるわけだぜ。一体何があったのかしら？なんと、太陽系のような絵柄が存在していたんだ。その図には11の惑星が描かれていた。そのうちの左上に刻まれた惑星をシュメール人はこれをニビルと呼んでいたんだぜ。あれ、ニビルのこと言ってるじゃない。すごい、これは確かに鍵になりそう。そんなメソポタミア文明で使われていたシュメール語という言葉をゼカリアは理解できたんだ。それもまた信憑性が薄い話だけど、そのことと惑星ニビルは何か関係あるのかな？著書によるとシュメール語で書かれた古文書にはニビルにアヌンナキという生命体があったんだ。そいつは3600年周期で地球に近づくたびに文明を進歩させた痕跡を残したそうだぜ。あれ、3600年周期ってニビルと同じ？そう思うよな。地球人はアヌンナキによって創造されたとも言われているんだぜ。
未知の世界すぎて話が全然わからないわ。つまり、惑星にビルニアヌンナキという生命体が存在したってことだ。このアヌンナキは人間の生みの親のようなもので、その後彼らは地球にやってきたと言われているんだぜ。さっきからアヌンナキって言ってるけど、アヌンナキってそもそも何なのよ？アヌンナキは、シュメールの空の神様アヌを自由にするという意味で名付けられた。簡単に説明すると神様のことだな。ふむふむ。補足して言うと、ゼカリアのようにアヌンナキが存在していたという研究者はかなり少ない。あ、そうなの？じゃあ正直信憑性なんてほぼないんじゃ？そうなんだよな。実際、学術的に根拠も信憑性もないんだ。そんな意見を研究者が言ってしまえば、当然彼の意見をよく思わない人もいる。うんうん。シュメール関連の学術団体や考古学者たちはゼカリアのことを批判しているからな。まあ気持ちはわからなくもないわ。あと惑星にビルに住むアヌンナキについても、現実的に存在した可能性が低いと言われている。え、そうなの？それはどうしてなのかしら？アヌンナキがいたとされる惑星にビルは太陽からかなり離れた位置にあるだろ？太陽から遠いということは光が届きにくいよな。つまり気温はかなり低いってわけだ。あ、そっか。太陽がもたらす熱ってかなりな影響があるものね。そうだよな。となると、実際そんな低い温度で生命体が生活できるか疑問だよな。確かに。さらに惑星にビルは太陽を中心に綺麗な円を描いて回るわけではない。さっき言ったように楕円形のような軌道を描いて回っているわけだな。このように歪な形を描くということは、回る場所によって環境が異なる可能性が高いわけだ。そうなると、ニビルはかなり過酷な環境って予想できるわね。だろ？このような環境の星で生命体が存在しているとは考えにくいわ。そう、それに加えて人類に大きな影響を与えるような生命体がいる可能性は低いと思うんだぜ。言われてみればものすごく納得だわ。だから今では都市伝説として世界に広がってしまっているのも事実だな。まあ実際都市伝説っぽいもんね。ここで惑星にビルの研究で外せない、惑星 X の正体についても一緒に話していくぜ。惑星 X。1982年ワシントン DC に創設したアメリカ海軍天文台にロバート・ハリントン博士という人がいた。ハリントン博士は太陽系の惑星の研究を行っている人だぜ。ほうほう、この人が何か発見したの？ああ、惑星の軌道に不自然なムラが生じていると言ったんだ。ムラって、どういうこと？惑星って基本、常に一定の軌道を描いているんだ。だが惑星の近くを他の天体が通過するとお互いの引力で軌道を乱されることがあるんだぜ。ふむふむ。これは赤道という現象なんだ。赤道が木星や海王星、冥王星に起きていることを確認している。それと惑星にビルって何か関係があるの？ああ、このことを研究して導き出した結論がある。それはもう一つの惑星が存在するということだぜ。あ、もしかしてそれが。ああ、ハリントン博士はこれを惑星 X と名付けたんだ。X って、道とかそういう意味を持つ印象よね。そうだな。また、ローマ数字である10番目の意味を込めたものらしい。これはシュメールの法案に記された太陽系10番目の惑星、ニビルを指すんだ。ここでやっとニビルと絡み合ってきたわね。1972年に打ち上げられた木星探査機パイオニア10号、そして翌年のパイオニア11号は共に惑星 X の手がかりを探していたんだ。NASA の調査の結果、天王星と海王星の軌道に歪みが生じていることが分かったんだぜ。それで何かがわかるの？つまり、何らかの天体が影響を与えているってことだな。ハリントン博士と同じく太陽系に未知の惑星 X の存在の可能性を公式に認めたってわけだ。すごい。それが惑星ニビルってわけか。そう、そしてハリントン博士はさっき言ったような、ニビルの科学的データを発表しているな。質量とか、距離とかそういうものね。ここで重要なデータとして、この天体は褐色矮星ということを話している。褐色矮星って何？太陽のような恒星になりきれなかった星のことだな。簡単に言うと木星以上、太陽以下といったところだ。明るく輝かないため、天体望遠鏡で姿を確認することができないんだ。え、じゃあ存在は確認できても自分の目で見ることはできないってこと？そういうことだな。だがハリントン博士は何としてもニビルを写真に収めたいと考えた。そこで1997年、ニュージーランドへ向かったんだぜ。ニュージーランドではニビルを撮ることができるのかな？地球の南側から接近するということは分かっていたからな。南半球のニュージーランドなら撮影できるって思ったんだろう。なるほど。それで、写真を撮ることはできたわけ？いや、残念ながら撮影はできなかった。あちゃー、ニビルの存在の可能性は立証されながらその姿が確認できないなんて、研究者としてはしんどいでしょうね。ああ、だがこれ、今となってはニビルの正体を撮影できなくてよかったかもしれない。どういうこと？研究者にとって確かなる証拠にもなるんだし、撮影はできた方がいいでしょ。いや、実は惑星にビルの確証に迫ることはタブーとされているんだ。
何でもニビルの解明を阻む何者かの影が見られる事件が多発しているんだぜ。何その不吉な話。何か良くないことでも起きたわけ？ハリントン博士がニュージーランドへ撮影しに行ったって話をしたよな。その時撮影できなかったのは、単に映らなかったからじゃないんだ。じゃあ何よ、カメラ忘れたとか？いやいや、実はニビルの撮影へ向かうはずだったハリントン博士は当日の朝に謎の死を遂げていたんだぜ。え、死因はわかっているの？死因は、背中の癌による病死だとされたな。病死なら仕方ないんじゃない？いや、NASA の科学ジャーナリストであるマッカーニ氏は不可解な点の多さに言及しているぜ。マッカーニによるとハリントン博士は殺害されたのではないかと言うんだ。だ、誰に殺されたっていうのよ。ハリントン博士と近しい人によると博士は当日、体調は良さそうでワクワクして出張に行ったそうだ。ニュージーランドへ行こうと意気込んでいる人が突然癌にて死ぬっていうのは考えにくくないか？まあ確かに。それにハリントン博士は惑星 X の発見に関するプロジェクトのリーダーだったんだ。そのリーダーの仕置きにこのプロジェクトは後継者を立てることなく解散させられたんだぜ。ハリントン博士が亡くなって以降はこの研究は続かなかったのね。これは NASA にとって都合の悪い情報をハリントン博士が得ていたのではないかと考えているな。まあでも、ハリントン博士はお気の毒だけど偶然って可能性も。いや、実は不可解な事件はこれだけじゃないんだ。他にも事件があるの。1999年7月フランスの惑星 X 探査チームのスタッフが、チリのラスカンパナス天文台へ行くことがあったんだ。この時ロープウェイに乗って移動していたんだが、なんと突然転落したんだぜ。結果、乗っていた21人全員が死亡する事故が起きたんだ。21人全員が、どうにも、このフランスの探査チームは惑星 X の周回位置を突き止めていたらしいんだ。後から分かったこととして、ケーブルカーのワイヤーが故意に切られていたということもある。じゃあ、これらの事件はやっぱり故意的な事件。ここまで来たらそう思うのが普通だが、なぜか事故や病気で片付けられているのが現実だな。やっぱり、何か後ろで動いてる気がする。マッカーニは NASA の隠蔽工作の事実をこれまでの経緯から指摘しているぜ。他にも1997年アポロ計画に参加したアメリカ天文学者シュラメック氏も交通事故にあった。また犠牲者が、この人は何かを発見した人なのかしら？この人は、ヘールボップ彗星がもう一つ小さな星を引き連れていることを発見したとされているんだ。だがこの事実を NASA は否定し、ホームページから削除しているぜ。ふむ、この彗星の存在とシュラメックさんの事件は間違いなく関係あるでしょうね。これまで紹介した、研究者の不可解な死は明らかに不自然だと思うわ。そうだよな。ここまでの事件を見て、マッカーニは思ったことがあったんだ。事件の陰に NASA の都合の悪い情報を隠蔽するための徹底した妨害工作があるのだ、とな。それが本当なら都市伝説を超えて恐怖でしかないわよ。こんな不可解な事件があるからこそ、様々な話も出てきている。そんな中の一つで新たな根拠が出ていて、それがなかなか面白いから紹介するぜ。一体どんなものなのかしら？これはシュメール神話の記述をもとに考えられているものだな。ニビルは惑星ティアマトと衝突し地球、小惑星、彗星を形成したという話がある。太陽系の第7惑星天王星はおかしな姿勢をとっていると言われているんだ。あ、天王星。太陽系の惑星の中で唯一、横倒しになって自転しているもんね。昔何かで見て、不思議に思っていたのよ。そうだよな。不可解な様子から、天王星の自転は研究対象となっていたんだ。それは明らかになったの？ああ、天文学者であるジェイコブ・ケブレイス氏の報告を紹介するぜ。何でもコンピュータシミュレーションにより、太陽から7番目の惑星の天王星に巨大な岩石が衝突したことが分かったんだ。ほうほう。このことを受け NASA の主任科学者ジム・グリーン氏はとても不可解だと言ってるぜ。まあそりゃそうよね。天王星は独特な存在だもの。太陽系の中で唯一、横向きに約90度傾いているなんておかしいわ。そして中心核からの内部熱の流出が起こっていない。土星のように輪があるがかなり薄いのも不可解なんだろうな。言われてみれば確かに、かなり異質な存在よね。ケブレイス氏の説明によると天王星に岩石が衝突し、再び形成される間が数時間というのも分かっている。このようなことから惑星科学者シェパード氏は天王星はとても風変わりだと語っているぜ。みんな変わってるって言ってるわね。じゃあその天王星に衝突した巨大な天体って、一体何だったのかしら？天王星を横倒しにした天体は今も太陽系内に潜んでいるかもしれないと言われている。そうなの。でももしこれが事実なら、天王星の衛星軌道の一部を説明できるわね。そして太陽系の冥王星よりはるか遠くを公転している惑星 X の存在も証明できるってわけだな。何それ、めっちゃ興味深い。衝突が起きたのはいつ頃とされているの？30億年から40億年前だ。天王星の5大衛星が形成される前の可能性を示唆しているぜ。
そして衝突により天王星の傾きが重力による潮汐力のように作用し、古代衛星を天王星と同じ角度に傾けたとする説があるんだ。なるほど。これは惑星 X の存在の確証に迫る手がかりになりそうね。惑星 X の秘密の一部として公表された貴重な情報だと思うわ。でも、NASA が隠蔽する理由って何なんだろう？隠蔽する情報の中には、地球に訪れる危機が混じっているからだろう。もしそんなことを公表したら世界中の人が混乱するだろ？まあそうね。都合の悪いことは隠蔽するっていうのはなんかなって思うけど。でも、つまり NASA は惑星にビルの正体を知ってる可能性があるってことよね。ああ、最近では地球滅亡の予言などが都市伝説界隈で多く取り上げられている。宇宙時代となった今、惑星 X の存在も真実へ繋がる新たな情報が公開されていくかもしれないぜ。そしてそれを説明する上で古代からの伝わってきたことは必須だな。それって古代シュメール文明でのこと？そうだ。シュメールの研究を進めていたキッチン氏は文字盤から惑星に関する記述を発見しているんだ。その中には海王星や天王星に関する説明が書かれたものがあったぜ。それは興味深いわね。一体どんな内容が書かれていたのかしら？両星は青く美しい輝きで、水に溢れた星だということだな。このような内容は1986年にボイジャー2号が天王星、海王星に接近するまで知らなかったことだ。この事実を受け止めるなら古代の地球外生命体の存在は否定できないってことね。じゃあニビルはやっぱり再び地球へ来るのかしら。もしニビルが地球から3億キロ地点まで接近したら、恐ろしい事態になると予想されている。惑星の接近により雪動が起きたら、地球は軌道を乱されてしまう。そして惑星が引き連れた隕石群に突入するわけだ。あ、そしたら世界中で隕石が降り注いじゃうじゃない。そうだよな。そして世界各地にて未曾有の巨大地震が起こる。沿岸部は巨大な津波により飲み込まれてしまうだろう。聖書にあるのあの大洪水とか、古代文明の伝説と似ているわね。そうだ。そんな災害が再び訪れると考えられるんだぜ。ニビルは現代世界に何をもたらそうとしているのかしら。さっき、惑星 X という星があってそれが鍵になるって話をしたよな。うん、大きな事件を起こした星よね。そう、その天体はネメシスとも呼ばれているんだ。ネメシスはギリシャ神話において、義憤を司る女神の名前だな。そんなネメシスがあるとされているのは太陽系の外側を囲むオルトの雲と呼ばれる、小天体が集まった場所の外側だぜ。冥王星よりも遥か遠い位置ね。ああ、そしてその軌道は太陽と同じ重心を持っている。そのため定期的に太陽系に近づいてくると言われているんだ。あ、もしかして恐竜の絶滅とか、地球温暖化もネメシスが原因？そうとも言われているが、そこについては確証はないな。ネメシスがオルトの雲を通過する際に、一部の彗星の軌道を重力で変更。軌道を変えられた彗星がそのまま地球に落下したのではないかと言われているんだ。そんなこと、証拠とかあるわけ？実はこれについては数多くの証拠が見つかっているぜ。そうなの。例えば、どんな証拠が見つかっているのかしら？クレーターやそこから見つかった破片などはそうだな。一部の天文学者や地質学者に有力説とされていて、さらに考古学的にも証拠があるんだ。その証拠とはいろいろな古代文明に残された文明崩壊の記録だぜ。ここまで話したように謎と闇に包まれた惑星にビルだが、こいつは地球を滅ぼすかもしれないと言われているんだ。そんな恐ろしい話まで出ているの？ちょっと待って、地球が滅びたらどうしよう。まあ落ち着け。2017年9月23日、惑星にビルが地球に衝突して人類は滅亡するという噂話が広まったぜ。いきなりぶっこんできたわね。NASA はそれについてなんて言ってるの？ NASA はそれを否定している。なんですって、どうしてそんなことになったの？これは聖書に関する記述が関係している。聖書の黙示録の第12章には天に大きな印が現れた一人の女が身に太陽をまとい月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていたんだ。ちょっと待ってよ。いきなり聖書の話なんてされたらびっくりするわよ。ごめんごめん。これが何を意味しているかというとだな。2017年9月23日乙女座のエリアで惑星と恒星の直列が実現するということらしいんだ。つまり惑星と恒星が一直線上で直列に並ぶんだぜ。何それすごいことじゃない。まあ実際には並ばなかったんだけどな。はぁ、また、旧約聖書イザヤ書第13章でもこれに言及していることが書かれているぜ。もう何がなんだかよくわからなくなってきたわよ。つまりさっきから説明していた謎のメッセージは惑星にビルで起こる災いについての記述ってことなんだ。どうして大昔に書かれた旧約聖書や黙示録にニビルのことが書かれているのよ？それは、アヌンナキが人間にニビルの存在を伝えたからだとされているな。それを人間が旧約聖書や黙示録にまとめたと考えればしっくりくるだろ？まあ確かに。それならあり得るかもしれないわ。実際に惑星にビルが接近すれば、重力の影響によって地球規模での災害が起こるだろう。
星が近づけば天変地異が起きても不思議ではないもんね。ああ、そしたら地球の環境はめちゃくちゃになるよな。結果、人類滅亡の危機が訪れるってわけだ。なるほど、だから惑星にビルは人類を滅ぼすって言ったのね。そうそう、こんな感じの噂がネットで広がっているんだ。それを受けて NASA は惑星にビルが地球に近づいているのは事実無根。そもそもニビルなんて存在しないと言い張ってるんだぜ。ちょっといろいろ突っ込みたいけど、まあなかなか面白い話だわ。1925年旧ソ連はチベットのラサニ科学研究所を核とする探査チームを派遣した。チベットって、ナチスの親衛隊が何回も来ていた場所よね。そうだな。現在でも超古代文明の記録を残していると言われているんだ。そこで旧ソ連の科学者たちはその力を手に入れようとしたわけだな。なんてことを。それで何か見つかったのかしら？いや、見つかったのは超古代文明が残した兵器の記録ではない。すでに滅んでしまった過去4回の文明についてだったんだ。ふむふむ、これはつまりどういうこと？文明が滅んだ理由が地球より3倍大きな星の接近によるものということが判明したんだぜ。その星は通常の運行とは逆の回転だったんだ。さらに通過の時にかなり強い電磁流の流れや重力場を発生していることもわかっているな。あ、もしかしてそれによって地球では大洪水などが起きて文明が破壊されたってこと？そう考えられる。これこそが惑星にビルという天体の信在する証拠にもつながるんだぜ。これまでの話と惑星にビルが、どうつながるのかいまいちピンとこないんだけど。惑星にビルはシュメール人によると何度か地球に訪れ、大洪水や環境の激変を起こしたとされている。うんうん。じゃあ、ネメシスこそがシュメール人が記録に残したニビルなのかしら？それは半分正解であり半分外れだ。確かにネメシスとチベットの伝説に残された伝説は合致する。だがそれが同じものかというとそれは違うんだぜ。どうしてよ？実はニビルには知的生命体がいたという話も残されているんだ。え、でも温度が問題って話していなかった？そうだな。通常生命体が存在するためにはある一定の温度が必要だ。暑くても寒くてもいけないものね。そう、実際にネメシスは褐色矮星とされていたんだ。あ、それって惑星ニビルと一緒？ああ、表面温度は最低でも180から330度の間と言われている。これでは知的生命体が存在したとは考えにくいわけだ。あれ、じゃあ結局ネメシスとニビルは別の星？よくわからなくなってきたわ。じゃあこの二つの星がどういった関係だったのかを話すぜ。まず、ニビルは、ネメシスの周りを回る天体だったんだ。ほう、新しい説が来たわね。でもそれってどういうこと？混乱しても仕方ないと思ってるが、よく考えると全て辻褄が合うんだ。ネメシスが恒星でニビルはその周囲を回る惑星だとする。太陽と地球みたいな感じね。そう、そしてネメシスは定期的に太陽系の近くにやってくるわけだ。その際にニビルは光天の影響で太陽系へとさらに接近する。そして太陽系の内部にまで訪れ各惑星にいろいろな影響を与えてきたんだぜ。もしそうだとしたらビビるけど、何度も地球に接近していたというのは信憑性が高いわね。シュメールの神話によれば神は再び地球に訪れるとのことだ。近いうちにネメシスとニビルの存在や、アヌンナキの存在が明かされるかもしれないな。ちょっと怖いけど、その正体がわかるかもしれないのはワクワクするわ。研究が進んでいろいろわかるようになるといいわね。ということで今回は、惑星にビルが実在する証拠について話をしてきたぜ。話を聞いてみてどう思った？いやー、いろいろな話があってびっくりしたわ。神話を交えた歴史的な話から、アヌンナキというオカルトチックな話まで。正直、全部信憑性が高いとは思えないけど、それでもやっぱり惑星にビルは存在する気がしたわね。そうだよな。今後惑星にビルの存在が明らかになっていく上で、地球にも様々な影響があるかもしれない。とにかく惑星にビルは闇がとてつもなく多いのね。いつか真相を知ることができればいいわ。そうだな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。